そういうことね、うんちとクマだ。シワッチ。博物館1階の資料保管庫に入ってみよう。ってことで、はい、博物館ね。広いな、やっぱり。ほい、資料保管庫へ。ゴーゴー。何があるんやろ、この先。本当にここに妖怪がいるのかな？言い忘れてただけが、妖怪は何かに化けてることもあるだによ。お、こっちでも。そういえば、こんなアプリがあっただに。妖怪スポットアプリを手に入れた。お、来た来た。このアプリで隠れてる妖怪の情報が見れるだに。こんなアプリもあるんだね。やっぱりだに。あいな、この部屋のどこかに妖怪が隠れてるみたいだによ。やるだに。探してみるだに。やっぱわかりやすく動き寄ったりとか、するんじゃ。ないんすか？あ、この辺。どうよ、どの辺よ。ん？え？ねえ、なんかめっちゃカサカサ言える。キモーい。どれどれどれ？お、こいつ。来たぞ。さあ、来い。お、誰誰？うんちくまを見つけた。うんちくま。ああ、博物館らしいね。うんち。うんちやん。あ、見られたくま。そういうことね、うんちとくまだ。僕としたことが、ちょっと読書に集中しすぎてたくま。かわいいんですけど。レジェンド妖怪のうんちくま？うんちくをベラベラ語り続ける妖怪だに。お、レジェンド妖怪なんや、すげえ。レジェンド妖怪とな？こほん。レジェンド妖怪とは、それぞれ8体の妖怪によって大自然に封印されている妖怪である。封印されとるはずの妖怪がめっちゃ普通にいますけど。つまり、その8体の妖怪すべてと友達にならなければ召喚できない。いわば、かなーりレアな妖怪のことくま。ほうほう。ちなみに、妖怪の種類は他にも、なんかさっきから鳴き声がすごく気になるんだけど。まだ続くだに？語り続ける。うんちく最高。え？ってわけくま、なんか切る場所おかしくね。はぁ、はぁ、うんちくはもうコリゴリだに。とりあえず、すごい妖怪なんだね。超下品なもの持ってるけど。これはうんちくの実。勘違いしないでほしいクマ。なんかこういうやつってさ、ドクタースランプあられちゃんでよくあったよね。仲間になるんかな？うんちくまに聞けばわかるかもしれないだに。ふふ、なんでも聞くクマ。ロケットの作り方知らないだにか？すごいクマ。ふんふん、ロケットね。もちろん知ってるクマ。ここに高温の雑誌があるクマ。よいしょっと。なんだ、え、雑誌それ。その名も、週刊ちびちび組み立てる。もしかしてこれって、毎週コツコツ組み立てていくあれですよね。ディアゴスティーニ的な。いや、待てよ。でもそれってただの模型なのでは。いや、でもほら、このサイズやけんね。まあ、人間界の常識で言えばそうかもしれないかもね。でも、これは妖怪ワールドの雑誌。各パーツに妖怪の力を使うことで本物が出てしまうんだ、クマ。すげえな、妖怪の世界。くっはぁ、またしても、オタク心くすぐられる雑誌。それで市長の妖怪は一体誰なんだに？動力となるエンジンにメラメライオン。燃力電池を動かす発電芯。エンジンを冷やす冷却装置には吹雪姫。衝撃を和らげる安全装置にフサフサン。頭脳とも言える CPU にはうんちくま。そう、レジェンド妖怪のこの僕。全部でこの5人の力が必要くま。へぇー。うんちくまが協力してくれるなら、なんか割とすぐ集まりそうだにね。すごいくま。残念ながら、レジェンド妖怪たるもの、そうやすやすと手は貸せないくま。そんなー、戦うってこと？まあ、もし他の妖怪4人を連れてこれたら、協力してあげないこともないくまよ。ほんとだに？あいな、行くだによ。
そうクマね。特別にいい情報を教えてあげるクマ。メラメライオンの日課は氷炭池の周りを全力でランニングすることクマ。え、ほんと？ラッキー、それってすぐ近くじゃん。はっ、つい癖で語ってしまったクマ。氷炭池にレッツゴーダニー。おー、氷炭池公園でメラメライオンを探そう。ということだ、メラメライオンを探しに行くぞ。氷炭池どこだ？地図で見たらまあわかるか。氷炭池公園、あ、なるほど、そこね。めっちゃすぐそこやん。ここの周辺を、メラメライオンが走り回りよると全力で。うわ、なにこれ、すごい落書きあるよ。落書きって言ったらあれか。アーティスティックなものがあるよ。ん？ん？あ、うわ、めっちゃ走りよるやん。あいつや、あいつ。ん？止まった？止まってないんか。こっちから回った方がいいんじゃね？メラメライオン。全力で走りよるらしいけど、人間に化けとるってこと、もしかして。え、妖怪の姿でそのまんまおるとかじゃないよね。近づい、おるやん。何普通に。メラ、なんだおめえら。思いのほかすぐに見つけられただに。だってそのまんま、めっちゃ目に見えるし。俺を止めるんじゃねえ。止めます。メラメライオンが現れた。おーし、バトルスタート。さあ、じゃあ今回こそ、必殺技で。おーし、つなげろ、つなげろ。あー、つながらない。つながらない。ちょ、待って。つなげろ。おし。いけい。めっちゃ動き回るやん。あ、待って待って待って。一回だけじゃなかった。めっちゃ安心しとった。やべえ。つながらねえ。どう、これで。あ、やべえ。つなげるの下手くそすぎるんだけど、私。どうしたらいい？やったー、やっつけたー。必殺技使ってないとかはまあ気にしない。気にしない。ほら、やっつけたし、ね。よし、これで仲間に。ちょっと落ち着いて。私たちの話を聞いて。実はダニー。あなたの力が必要なの。ということなんだに。熱い話だ。感動したぜ。メラメライオンと友達になった。いいね、メラメライオン。かっこいいよ。メラメライオンの情報を妖怪大辞典に登録した。イェイ。ここは完全なる豪傑よね。妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。ん？それ豪傑やったっけ？違うんか。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。友達になってくれるの？ありがとう、メラメライオン。盛り上がりよる。そして、あ、一回一回うんちくまに報告が必要なんやね。オッケーオッケー。さあ、とりあえず一体目、メラメライオンとお友達になりました。なったよ、うんちくま。メラメライオンと友達になったよ。やっぱ案外簡単そうじゃん。すごいクマ。ほう、意外にやるクマね。でも他の妖怪は手強いクマよ。多分、今の君たちでは友達にはなってくれないクマ。え、どういうこと？そんな、仕方ないクマね。このアプリを使うクマ。妖怪お知らせったアプリを手に入れた。なんだそれ。妖怪お知らせった？妖怪お知らせったは僕ら妖怪が使う情報交換アプリだクマ。このアプリを持ってると、暇そうな妖怪がお知らせをつぶやいたりするクマ。何それ。お知らせが役に立つかどうかは、まあ君たち次第だクマね。すごいクマ。ま、このアプリでも見て、地道に情報収集するしかないクマ。ちょっと、情報収集だって、具体的にはどうすりゃいいのさ。僕も忙しいクマ。それくらい自分で考えてくれクマ。
お、ストーリーリンク発動。妖怪を知らせた、ずっと見てるダニが、関係なさそうな情報ばっかだに。ダメじゃん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。